私が聞かせていただいたところでは次の通りです。ある時お釈迦様は大社城の義釈山という山に多くの弟子たちとご一緒においでになりました。弟子の一人の阿難がその時お釈迦様にこうお尋ねになりました。お釈迦様、今日のあなたはこれまでお見受けしたこともないほど清らかに輝いておいでになります。これはお釈迦様が今多くの仏様方とお心を通わせていらっしゃるからだと思われますが、いかがでございましょう。よく尋ねた阿難よ。そなたの問いは世のすべての人々を憐れみ、その救いを願うひたむきな心から出たものと思う。多くの仏様がこの世にお出ましになったのも、人々に本当の幸せを恵み与えたいためなのだ。阿難よ、今日はそなたのためにその仏様の言われを話すからよく聞くがよい。喜んで聞かせていただきます。さて、今を去ること計り知れぬほどの大昔、上皇と呼ばれる如来が世に出られ、無数の人々を教え導かれた。次に高音と呼ばれる如来が世に出られた。その次に学校、仙壇校、前線の趣味転換、趣味投与、合式、少年、陸、無弱などの如来が相次いで出られ、人々を導かれた。その次に出られた如来を世自在王仏と申し上げる。このお方も実に限りなく高い徳を備えられた仏様である。時に一人の国王があって、世自在王仏の説法を聞いて深く喜ばれ、国も王の位も捨てて出家なさり、法蔵と名乗られた。法蔵は知恵優れ、志固く、波の人をはるかに超えて偉大な方であった。その法蔵菩薩が世自在王仏に向かってうやうやしく礼拝し、死の仏様を称える歌を唱えて後、次のように願われた。私はこの上なく正しい悟りを開きたいのです。どうか私のために詳しくお話しください。私はそれによって修行を重ね、最も優れた浄土を打ち立て、早く仏となって人々の悩みのもとを覗きたいと願っております。そなたがどのように修行して浄土を打ち立てるかはそなた自身が知るべきであろう。浄土のいわれは広く、また深く、私の理解を超えております。お願いでございます。どうか私のために仏様方の浄土の姿を詳しくお教えください。なるほど、そなたの志は実に尊く、並大抵の強さではないと見た。法蔵よ。はい。あの広い海の水でさえただ一人の人間が長い長い間マスで汲み取れば、ついに海全体を汲み干すことができる。そなたも真心込めて一筋に精進して道を求め続けるならば、必ずその目的を果たすことができよう。必ずおっしゃる通りにいたします。そこで世自在王仏は法蔵菩薩のために広く210億の仏様方の浄土ができた言われや、その国土とそこに住む者のありさまをお説きになった。その上、法蔵菩薩の望みに任せてそれらをすべて目の当たりにお見せになった。さてその後、法蔵菩薩の心は極めて静かに、その志は少しの執着もなく、
例えようもないほど清らかな有様で、長い長い間思いを巡らせ、浄土を打ち立てる大きな願いを立てられたのである。待ち望んでいた宝蔵よ、そなたは今こそここでその大きな願いを述べるがよい。すべての人々に聞かせて喜ばせるがよい。人々はそれを聞いて道を治め、それを縁に無料の願いを満たすことができよう。かしこまりました。では私の願いを詳しく申し上げましょう。まずはじめに、私が仏となった時、私は地獄やガキや畜生のいない世界を作ります。もしそれができないようなら、私は決して仏になりません。これは宝蔵菩薩の三つの悪をなくす願いと呼ばれています。地獄とは憎しみと怒りの渦巻く苦悩の世界、ガキとは欲望に狂って苦しむ世界、畜生とは恩を知らず恥を知らない者たちの世界です。このような三つの悪い世界をなくして清らかな浄土を作り上げたいと強く願われたのです。次に、私は私の国に生まれる人々がことごとく金色に輝くようにいたします。もしそれができないようなら、私は決して仏になりません。また私の国に生まれてきた人たちは皆美しく輝き、美しいとか醜いとかいった差別がないようにいたします。もしそれができないようなら、私は決して仏になりません。これは全てを等しく光り輝かせようという願い、そして美しい醜いの隔てをなくす願いと言われます。宝蔵菩薩の願われる世界では、生まれや姿形によって差別されるようなことは決してなく、誰にも同じように金色に輝くほどの幸せを与えたいと願われているのです。また浄土を目指して生きる人々は、迷いの世界に後戻りすることなく正しい人生を歩み、必ず悟りを完成するよう導きます。もしそれができないようなら、私は決して仏になりません。また私が仏となった時、その限りない知恵の光は全ての人々を照らし導き、またいついつまでも人々を救い続ける限りなき命の救い主となります。もしそれができないようなら、私は決して仏になりません。また私が仏となった時、南無阿弥陀仏という私の名を十方の仏様たちが褒めたたえ、この名に込められた救いの心を全ての人々に説き聞かせるようにいたします。もしそれができないようなら、私は決して仏になりません。この願いは十方の世界の全ての仏様たちに南無阿弥陀仏という名に込められた救いの言われを説かせて、十方の世界に生きる全ての者に阿弥陀仏という偉大な救い主のいますことを知らせようとされたものです。お釈迦様がこの無量寿経を説かれたのも、この願いの働きによるものです。また私が仏となった時、あらゆる人々が私の名を聞いて必ず浄土に生まれることができると信じ、私の名を唱えつつ生きるならば、間違いなく浄土に生まれさせます。もしそれができないようなら、私は決して仏になりません。宝蔵菩薩の四十八願のうち第十八番目に誓われたこの願いは、念仏往生の願と呼ばれ、最も大切な本願とされています。善人も悪人も、賢い者も愚かな者も、全てを分け隔てなく包んで安らかな悟りの世界に生まれさせようと誓われたこの大きな願いに呼び覚まされる時、初めて私たちは生と死を超えた本当の安らぎと喜びを得るのです。
このようにして宝蔵菩薩が合わせて四十八に及ぶ願いを次々と述べられ、最後に誓いを新たにする歌を唱えられると、大地が震え、空からは花が降り注ぎ、宝蔵を讃える音楽と声が四方に響き渡った。それからの宝蔵菩薩は計り知れぬ長い間さまざまな修行を積まれ、ひたすらにすべての人々を迎え取るための浄土を打ち立てることに努められたのである。お釈迦様、宝蔵菩薩はすでに仏様になられたのですか、それともまだなのでしょうか。すでに仏様になられている。お名前を阿弥陀如来と申し上げる。それはいつ頃のことでしょう。それからもうすでに実行という長い長い時が経っている。では今はもうおいでにならないのでございましょうか。いや、おいでになる。阿弥陀如来は光と命が極まりないお方である。だからいつでもどこでも今ここにでもお働きになっておられる。そして阿弥陀如来の浄土はここから西の方十万億の世界を過ぎたところにある。そこには野も山もない、海もない、谷も溝も一切ない。お釈迦様、山も谷もないとおっしゃいますと、人々は一体どこに住むのでございましょう。阿難よ、浄土は形あるものの世界ではない。そこでは人も仏ももの世界に住んでいるのではなく、阿弥陀仏の大いなる慈悲の心の現れた世界に住んでいるのだ。ああ、そうでございました。まことにかの浄土は阿弥陀如来の不思議なお力によって現れた世界である。その国土は金、銀、瑠璃、サンゴ、琥珀、メノウ、シャコなどの七宝でできており、実に広々として限りがない。そしてそれらの宝は互いに入り混じり生え合って赤々と輝き、その麗しく清らかなことはあらゆる世界に類いがない。そこには地獄、ガキ、畜生などの諸々の悪い世界もなく、また春夏秋冬の違いもない。いつも暑くもなく寒くもなく、まことに調和のとれた心よい世界である。その世界を表しておられる阿弥陀如来の力に満ちた光明は尊いこと限りなく、他のあらゆる仏様の光明よりはるかに勝っている。この光明に合う者からは貪りや怒り、愚かさによる苦しみが立ちどころに消え去って、安らぎと喜びが満ち、良い心がおのずから生ずるであろう。まことに阿弥陀如来の光明は赤々として十方の世界に輝き渡り、その名前の聞こえないところはない。もしその阿弥陀仏の願いを聞いて日夜それを褒めたたえ、真心込めて相続する者は願いのままに浄土に往生することができて、諸々の少女たちにその功徳を称えられることになろう。阿弥陀如来の寿命もその光明と同じように限りがなく、とても数え尽くすことができない。人間の迷いが永遠に続くからこそ、救いも永遠でありたいという切なる願いによって、阿弥陀如来は永遠に生き続けておいでになるのだ。また阿弥陀如来の浄土には七宝でできた諸々の樹木が生い茂っている。中でも阿弥陀如来が悟りを開かれた場所の菩提樹はとりわけ巨大で、あまたの宝で飾られている。
そよ風が菩提樹の枝葉に触れると無量の響きを発して絶えなる法を語りかけ、その音を聞く者は深い悟りに至ることができる。その国にはまた多くの水浴びをする池があって、清らかで香り高い水をたたえ、池の底には金銀水晶瑠璃メノウなどの砂が敷き詰められている。風が吹くと花が散って、それぞれの色でまとまった花が大地に敷き詰められる。花がいらなくなれば地面が開いてその中に消え、後に一つの花も残らない。至る所に宝でできたレンゲが咲き、色とりどりの光を発して太陽や月よりまだ明るい。このような国土に住む少女たちはいずれも姿美しく知恵に優れ、すべてのものが計り知れぬ悟りを得て、その身から光明を放ち、それぞれ仏の法を説いて人々を導いている。中でも二人の菩薩が最も優れていて、その威力に満ちた光明は広く三千大千世界を照らすほどである。その二人の菩薩のお名前は何と申されるのでしょう。一人を観世音といい、慈悲の菩薩である。今一人を大聖師といい、智慧の菩薩である。二人は元この世で菩薩の修行をなし、命終わって後かの浄土に生まれたのである。阿弥陀如来はしばしば諸々のお弟子たちや菩薩たちを集められ、広く仏の道をお説きになる。一同はこれを聞いて大いに喜び、阿弥陀如来の不思議なお力をいただいて、意気込みも新たに十方の数限りない世界へ仏の法を伝えるために出かけていくのである。阿弥陀如来の浄土はこのように輝かしく清らかであるのに、人々はどうしてこれを求めようとしないのであろうか。まことに浄土は行きやすいにもかかわらず、行く人は少ない。阿弥陀如来の大きな願いのお力を信じさえすれば、如来は必ず差別なくすべての人を浄土に迎え入れてくださるのに、人々はなぜ世俗のことにのみとらわれて仏の道を求めようとしないのであろうか。世の人々はまことに浅はかであって、誰も彼も毎日営利を求めて働き、それによってやっと暮らしを保っているに過ぎない。財産を持つ者はそれをもっと増やそうと目の色を変え、またそれをいつ失うかと思い悩む。財産のない者はそれがないことで苦しみ、少しでもそれを手に入れようと焦る。ついには宝をめぐって戦い、相手を脅かし殺してまで望みの者を強奪することさえある。ある者はいつも愛欲のもだえが胸に満ち、執念深く思いを遂げようとする。果ては夫婦の争いとなり、家族の間に憎しみと悲しみがあふれる。またある者は人を妬んで悪口を言い、嘘を並べて人を傷つけては争いを起こし、自分は陰に回って喜んでいる。またある者はいたずらに怠けていて仕事に励もうとしないから、家族は飢えと寒さに困り果てる。見かねて両親がたしなめると目を怒らして口答えする。その様子はまるで仇にあったようで、両親も
こんな子供ならいない方がよかったと嘆くほどである。このように憎み合った相手ともやがて死に別れる時が来る。愛し合った者同士もやはり死によって別れなくてはならない。そのことをひたすら嘆き悲しんでいるうちに、残された者たちの命もまた尽きてしまう。すべては儚く過ぎ去るのであって、いつまでも続くものは何一つない。これが無常の道理である。この道を解き、明明が元気でいるうちに永遠に変わらぬ命を求めよと導いても、信じる者は少ない。人々はただ目の前の楽しみだけを追って、道理をわきまえず、怒りに狂い、罪欲と色欲を貪ること、まるで狼のようである。そのために見違えられず、悪道の底に沈んで、果てしない苦しみと悩みの世界をさまよい続けねばならぬ。なんという哀れな、痛ましいことであろう。いつの間にかそこには弥勒菩薩のお姿がありました。実はこの方も初めからお釈迦様のお話を聞いておいでになったのです。弥勒よ、何かわからぬことがあれば遠慮なく尋ねるがよい。はい。世の人々のありさまは確かにおっしゃる通りで、私も久しく心を痛めておりました。それが今お釈迦様から誠の道をお示しいただき、ようやく目と耳を開かれて迷いから抜け出すことができました。その上、阿弥陀如来の皆を聞くことができまして、これに過ぎる喜びはございません。それはよかった、弥勒よ。はい。御身は無限の大昔から菩薩の修行を重ねて人々を救おうと努めてきた。にもかかわらず、御身をはじめ世の人々の迷いは今も一向に絶えることがない。お恥ずかしいことでございます。御身たちは今こそ生老病死の四つの苦しみを厭うべきである。人の世は醜い汚れに満ちていることを知り、浅ましい自分の身の上を知って、いつでもどこでも今ここにでも働いておられる阿弥陀如来を仰いで、真心からお慕いすべきである。はい。私が御身ら世の人々を憐れむことは、父母がこう思うよりなお一層切なるものがある。だからこそ私はこの世界で仏となって、悪を滅ぼし、悩みと痛みを除き、迷いの苦しみを去り、誠の幸せを与え、人々を安らかな浄土の世界に行かせたいのだ。阿難よ。はい。そなたは立ってうやうやしく阿弥陀如来を礼拝するがよい。かしこまりました。お釈迦様、どうかできますならば、私どもに阿弥陀如来のお浄土を今ここで目の当たりに拝ませてください。これは。
し人々が阿弥陀如来の名号の言われを聞いて信じ喜び、ただひとたびでも念仏すれば、まさにその人は他に比べることのできない大きな利益をいただくことになろう。それゆえ弥勒よ。はい。たとえ三千大千世界が火に包まれていようとも、その火をくぐり抜けてもこの実りは聞かねばならない。それだけの価値のある教えである。今私はもろもろの人々のためにこの教えを説き、さらに阿弥陀如来とその浄土のありさまを見せた。やがて後の世になれば、もろもろの教えの道は皆廃れてしまうであろうが、私は哀れみの心を持って、特にこの教えだけはいついつまでも残しておこう。今より後、この教えに合う者はいつでもどこでもいかなるものであろうと、すべて望みのままに迷いを離れて阿弥陀如来の浄土に生まれることができるであろう。お釈迦様のお話が終わると、世界は感動に打ち震え、絶えなる音楽が響き、美しい花々が雪のように降り注ぎました。そして義釈船に集まった弟子たちや菩薩たち、および一切の大衆は、この尊い説法を聞いて一人残らず喜び感動したと伝えられます。